はい、大家好、チンセです。今日もよろしくお願いいたします。笑われてますね、田村先生に。今日、ちょっとただいま、アカデミーカン、チンセカンフーアカデミーのオンライン教室、そして1回目の八極拳の教室終わったところです。で、去年じゃない、昨日撮影できなかったストレッチ今からやります。まず腰のストレッチちょっとやりたいと思いますので、皆さん一緒にやりましょう。はい、じゃあそれでは行きたいと思います。いつものストレッチとちょっと違って変わったストレッチかもしれない。まず腰の第一段ね、これからちょっとずつやっていったらいいと思います。いっぺんでたくさん伝えてたら多分みんなそんなにやらないかもしれないので、今日は一つ私の練習の方法ですけれども、足、自分の肩ぐらいでもいいし、肩よりちょっと幅ね、広くしてもいいと思います。で、つま先は正面向いて、別にちょっと斜めでも全然いいので、そしてね、次必ずこう片手、ね、横に向いていて、こう置いてください。横に向いて出して、そして反対の手は腰の横、今右の手出したら左の手は腰の横を置いて、こう横にして、まず体横に、ね、こう向きます。そして次、手のひらは前向くようにします。その時自分のお手、顔ね、お手の下に来るように、はい、もう一回戻す。そしてはい、こういう感じで繰り返していきます。横に向いて時は肩まっすぐ、そしてえこう手のひら正面に向くときは体、お手の下に来るようにします。それはしんどいやと思っている方もいると思いますので、そのとき高く、例えば斜めに、はい、ね、斜めでも全然いいので、そしたら、この腰の横の筋、ね、こうやって回すことによって柔軟性すごい伸びますし、それで自分の真ん中のその、激水も同じこう動くこう調整になりますので、ね、逆の方向もそう、ね、片手腰、なぜならここは押さえてキープすることによってさらに横伸びるようになりますので、ね、こうしてそれで回す、ね、高くて全然いいのでね、最初は自分できる範囲ね、できる範囲の高さ調整していたらいいと思います。それでは皆さん一緒に5回ずつやっていきたいと思います。2組やりますね。はい、まず横向いて、はい、それでは前向きます。1、横、2、横、3、横、4、横、5、はい、横、はい、OK、片方終わりまして、はい、じゃあ反対いきます。はい、じゃあいきます。あ、1、2、3、5、はい、OK、落ち着いて2組目いきます。先より少々遅くなりますね、さらに伸びるように、はい、右の手遠く、ずっと遠く、こういう時も遠く、1、はい、2、
さん。戻す。C。五。はい、OK。さらにどんどんどん2組と1回目と2回目全然違いますよ。腰の柔らかさ。1、2、3、4、5。はい、OK。みんな高くて全然いいので、こうしたら本当に3回やった時さらに伸びてますので、今横じゃん、腰だけやったらいいやんと思う。なぜ手も伸びます。手のこの横の筋全部やっぱり腰、みんなもご存知で腰すべてをつないでますので、体の真ん中の軸なので、だからその柔軟性は腰だけじゃなく、ね、この横の、ね、自分のこの肩の、ね、内側の筋肉全部伸びることによって、腰さらに動く範囲が広めるようになりますので、ね、なので手必ずしっかり指先伸びるのはポイントになります。はい、全然後ろの田村先生二人動かないもんね、いつも動かない動いてますか。はい、でぜひ人生カンフ大阪、人生大阪じゃないね、人生カンフアカデミーですよね、人生カンフアカデミーね、皆さんもぜひ一回クリックしてみてください。はい、それでは今日ここまで終わります。皆さんお疲れ様でした。バイバイ。